この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ドイーネサンパークダイアリー。どうも愛媛 FC 営業部の土井壮介です。この番組では私土井が厳選したドイーネな選手を紹介したり、ホームゲームのドイーネな企画を紹介する番組となっております。さあ本日の選手をご紹介しましょう。このお二人です。どうぞお願いします。お願いします。お願いします。自己紹介をお願いします。背番号6番佐々木匠です。お願いします。そして背番号14番谷本俊介です。お願いします。お願いします。大卒ルーキーの谷本選手、ついに来てくれましたけども、はい、念願の、はい、念願の、はい、あ、出たかった。出たかったっす。なんかそうですね、いろいろ YouTube とかで言ってることって出たちゃうやん。記念すべき今回10回目ということで、はいはい、ついに10回目迎えましたけど、まあ、どうですか佐々木選手、まず谷本選手ルーキーのね、はい、そして試合にも徐々に絡み出してますけど、はい、どういう選手ですか、ちょっと紹介してあげてください。いや、もう足元のテクニックが長けてますし、うん、まあ、一緒にやってて本当楽しい選手だなっていうふうに思いますし、まあ、はいはい、まあ、大卒ルーキーながら、うん、まあ、堂々とプレーしてるかなっていうふうに思います。なるほど、はい、そろそろね、初ゴール欲しいところやね。初ゴール一応ちょっと決めたんですけど、長野パルセイロ戦で、はいはいはい、当たった、まあ、当たった、まあ、カズ君の疑惑のゴールとか言われてますけど、はい、公式ではちょっと僕の、いやいや、あれは僕がまだ今ダゾーンと J リーグに申し立てしてる最中で曽田君のゴール、曽田君の時点で入ってたっていう、いや、あれはちょっと譲れないです。譲れない、はい、確かに試合終わりのヒーローインタビューでも気持ちで押し込みましたみたいなコメント言ってたんですけど、何回見直しても相手が蹴ったの当たっただけあれだっていきなり来たことで膝やってますから持ってかれてますから、あれで結構ちょっと痛めてるんで、はい、その代償はでかかったっていう。でも早くやっぱこう真の、まあ、あれもゴールですけど、はい、このままもし J リーが引退したら、あれが唯一のゴールになってしまいますから。そうですね、まあ、もっと綺麗なゴールを取れるように、まあ、やっぱね、大卒ルーキーとして関大の後輩も見てるからね、関大 の関大出身の関西福祉大っす、うん、僕関西福祉大っていうとこで、どこっす関西福祉略して関大、違います、僕関西福祉って関西大学じゃなくて、違います、関西福祉大出身、福祉大出身っす。関西福祉大史上初の J リーガーですから。すごいっすよね。すごいことよ本当に。だってまあメガルタユース出身やけど、やっぱユースってどうしてもこうやっぱいろんな先輩方がいて、 でそれを見てっていう背中を見てやけど、もう誰も見ることなく先駆者ってことだよね。先駆者やから。そうっすね、すごいわ、はい、だから大学とかにもスパイクとか送って飾ってもらってもいいぐらいの。そうっすね、うん、まあ、スパイクは送ってないですけど、知ってた、サッカー選手、プロの選手って、はい、試合の日に、まあ、スパイク、ランニングシューズとか、まあ、大体4足とか、はい、多い選手だったら5足、6足持っていくでしょ、はい、この前ロッカールーム入ったら、はい、1足やってるよ大丈夫だ。いや、それちょっとモテ君とかに、はい、お前最低2足は持っていけみたいに言われて、はい、そっから次の試合からちゃんと2足は持っていく。あ、2足は持っていく、はい、持っていってます、はい、前日めちゃくちゃ雨とかやったらもうびっちゃびちゃのままやってるでしょうね。試合挑むっていうことですか。ドライヤーで乾かしてんじゃないですか靴。いや、それぐらいのそうですね、まあ、そこはちょっと考えないといけないと思います。まあでもこれからね、どんどんプロとしてはい、はい、まあもう試合に出たらね、結構いや、もう堂々とプレーしてますし、ね、もうチームの心臓になりかけてるんじゃないですか。はい、言われてます。どうですか心臓よ。いやちょっとまあそうですね、まあ、匠君みたいに、うん、そのもうチームを勝たせれるぐらいの選手になりたいと思います。うん、もう唇今真っ白い。なんでだ。緊張して。はい、ちょっと緊張して。リオ決戦の雰囲気の素晴らしさっていうのは身に染みているので。まあ、そこで絶対勝つことと、まあ、あとは去年ゴール決めたとき本当に気持ちよかったんで、また同じようにゴール決めれるように頑張りたいなと思います。まあ、絶対負けない戦いだと思うので、まあ、最高の試合をして勝ちたいと思います。ありがとうございます。頑張りますので応援よろしくお願いします。せーの、ドイーネ、みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。